皆さんこんにちは。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログは最近の事業戦略の動向というテーマでお届けいたします。私は新潟県中小企業家同友会主政クラブ新潟スモールさん伊藤会そして倫理法人会下越南に所属しています。これだけ異業種交流会経営者団体に入っていますと様々な経営者とコミュニケーションそしてお付き合いがあります。ここ1年ほどちょっと気づいたことがありますので経営戦略という視点から今日お話しさせていただきたいと思います。先日知り合いの経営者が新しい事業を立ち上げました。その経営者は建築関係の会社を2代目ですね、もう何十年とやられています。まあそちらの事業はねなかなかこう順調であるということは確かだと思うんですけども、先日始めた新規の事業というのはなんと学習塾だったんですね。この建築とですね学習塾がなかなか結びつかなかったということでやはり周囲の人たちは驚いたようです。まあこれが新しいですね最近の事業戦略の一つなんですけども、本業と関わりのある新規事業ではなくて全く関わりのない新規事業を始める企業が最近ポツポツポツと私の周りでも増えてきました。その理由は意外と簡単だと思うんですね。っていうのはフランチャイズっていうシステムが今非常に発達しております。そしてどのような業界でもフランチャイズをやっている会社はあるわけです。結局ですね、ある程度の資本さえあれば、新規事業のノウハウだったり、商品サービス、そして運営に関しては、フランチャイズに加盟すれば供給してもらえるということから、比較的ですね、手軽に新規事業が始められるということも、この全く本業とは関係ない事業を始める会社が増えた一つの要因だと考えられます。そしてもう一つのですね、経営戦略について言うと、これは、弊社の得意な自動車産業、まあ自動車業界で見られます。というのは、自動車業界にはおよそ4つほどの潮流というか、こう流れがあるんですね。これは、業界と言ってもいいかもしれません。大きな業界の中の小さなまた業界があると。まず一つ目はディーラーさん。ディーラーですね。メーカーの新車を中心に販売していると。で、二つ目。これが中古車販売。ディーラーとは別に中古車をメインとして販売していく会社。そして三つ目が自動車整備工場。こちらは車検だったりとか、自動車内部のですね、整備とか点検を行う会社です。そして最後の四つ目なんですけども、こちらが板金とか塗装ですね。例えば車をぶつけてしまったと。そうすると当然ですね、外装がへこんだり傷がつきます。そういうものを直すという業界ですね。この4つがあるわけなんですけども、まあ、ディーラーは、当然ですね、中古車の販売もするようになりましたし、そして車検、整備、点検もやるようになっています。で、自動車整備工場。こちらに関して言えば、やはり中心は車検と整備点検ではありますが、当然車販、いわゆる新車も販売します。中古車も販売する。で、最近では、車内の中に、板金塗装の部門を持つような、自動車整備工場も出てきました。で、最後のですね、板金塗装なんですけども、こちらもですね、やはり最近動きが活発になってきまして、車検も行います、整備、点検も行う、そして車の販売、新車、中古車の販売も行っているということで、徐々にですね、得意な分野は違って、もう結局、全部やるっていう会社が非常に増えてきました。
で、これに加えてまたね、損害保険ね。保険もですね、まあ、あらゆるね、この4つの業界は当然扱っていますので、トータルでやっていってる傾向があると。で、ランチェスター戦略とね、世の中でこう言われていますけども、車業界に限って言ったら、なかなかランチェスター戦略までですね、とんがられる、エッジの効くようなですね、会社がなかなか出てきません。ってことで、どちらかっていうと、こう絞り込むってよりも、どん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 総合化の道にですね、業界全体が行っているというような印象を受けます。まあ、他の業界ではね、絞り込みをやってる業界は非常に多いとは思いますけども、こと車業界に言ったら、なんとなくこう総合化の道にみんな向かってるんじゃないかと。で、ここで一つビジネスチャンスを見つけるならば、やはり絞り込みしかないなというね、感じを受けるわけです。例えば、オーディオ専門、車のね、カーオーディオを専門に扱っているというですね、お店もあります。うちの事務所の近所にもありますし、でうちの弊社のクライアントで、やはりその中の一部門として、オーディオに特化した部門を持っているところもありますので、これもまた一つの道であると言えるでしょう。あとは、車種での絞り込みでしょうかね。例えば、RV 専門の中古車を扱うとかね。まあ、若い人向けの軽、特に女性ですね。女性向けの軽の中古車を専門に扱っている店は新潟市でもあります。これ全国的にあるとは思うんですけどね。まあ、そんな絞り込みをそろそろ車の業界もですね、総合化だけじゃなくて絞り込み、ここの方に目を向けていくとですね、また新たなビジネスチャンスがあるのではないかなと最近感じております。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之でした。こちらに秋内は角角チャンネルの登録のバナーが出ているかと思いますので、こちらをクリックして登録の方もよろしくお願いいたします。